はい、こんにちは、フリスビーです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回も心に残る映画を紹介していきます。はい、今回は帰ってきたヒトラーという映画を紹介します。はい、帰ってきたヒトラー、2015年の映画ですね。現代は、Er ist wieder da でいいのかな？ドイツ語で、彼はまた帰ってきたっていう意味になります。監督はデビッド・ベンド、主演はオリバー・マスッチとなっています。こちらの映画はですね、あのヒトラーが現代に蘇って、モノマネ芸人として大スターになるというね、ドイツのベストセラー風刺小説を映画化したものになります。ドイツ映画ですね。でですね、こちらの映画では小説をね、さらにパワーアップさせまして、ブラックコメディ全開になっていますね。超問題作となっています。で、お話の方は、1945年から21世紀の現代にですね、タイムスリップしてきましたヒトラー本人がですね、テレビディレクターからですね、ヒトラーのそっくり芸人として見出されまして、テレビに出演させられる羽目になるんですね。まあね、本人はあくまで自分はヒトラーだって言い張ってるんですけどね、誰も信用してくれないと。で、ヒトラーはですね、カメラの前で堂々とですね、もう過激な演説を繰り出すんですよね。それに視聴者は、その演説に度肝を抜かれるわけですよね。ヒトラーっていうのは、ドイツのみならず世界でも最大のタブーになっていますので、このヒトラーがね、本人の格好をして、本人と同じようなね、演説をするっていうのは、ありえなかったことなんですよね。で、彼はですね、かつてのヒトラーを再現した完成度の高い芸人としてですね、人々に非常に認知されまして、モノマネ芸人として人気を博していくんですよね。でですね、この映画は非常にアレンジがなされてまして、実際にね、ヒトラーの格好をして街を練り歩いたり、アポなしでね、ネオナチですとか、ドイツの極右政党なんかをね、アポなしで訪れるっていうね、映画ならではのアドリブが非常に過激ですよね。で、さらにですね、ネオナチとヒトラーっていうのは非常に相性がいいように思えるんですけれども、ネオナチの彼らがですね、あまりにお粗末なので、逆にね、ヒトラーに見放されてしまうっていうね、そういうシーンがありまして、思わずね、苦笑いしてしまいますよね。で、ヒトラー自身はですね、単なる同型ではなくて、タイムスリップしてきたこととか、自分がね、この世界ではそっくりさんだと思われているってことを十分に自覚していまして、それを利用してね、時代を読んで、インターネットをね、プロパガンダに使ったりですとか、人々のね、日常の不満を増幅してね、そういうことで支持者を増やしていくんですよね。で、また本を書いたりしましてですね、それがまたベストセラーになりまして、映画化までされてしまうっていうね、ちょっと笑えない展開になってきます。でね、ヒトラーはこの映画の中では、独裁っていうことは一切使わないんですよね。民主主義に非常にこだわっていまして、自分もね、力で、武力で、政権を取ったんではなくて、民衆によって
選挙で選ばれたんだというふうに言うんですよね。まあ実際その通りなんですよね。で、自分を選んだのは普通の人々だって言うんですよね。なので、こうね、第二次大戦から70年が経ちまして、再び現れたヒトラーなんですけれども、果たしてね、歴史っていうのは繰り返すのかっていうところが非常にね、この映画の大きなテーマになっていますよね。で、この映画、風刺劇なんですけれども、いろいろとね、考えさせられる内容となっていますので、普段ね、こうドイツ映画を見る機会ってあんまりないと思うのでね、ぜひね、この機会にご覧になっていただければなと思います。はい。というわけで、今回は帰ってきたヒトラーを紹介しました。こちらでは、ほぼ毎日ね、映画の紹介動画をアップしていますので、ご意見やご感想、チャンネル登録、Twitter のフォローなどしていただけるととても嬉しいです。Twitter の方はチャンネルの概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。